竹払とんぐは、奈良時代の暗宮あるいは、離宮の一つ。竹払、離宮、竹払暗宮とも呼ばれる。竹払は、山和国から、立田山を越えた、河内国側の継承地であり、万葉集には、上宮聖徳王子、竹払に出遊出ます時に、立田さんの死にを見て、非正美鉄作らす歌一首として、以下の歌が収録されている。 家ならば、妹が手間かむ草枕旅に伏せやせるこの、旅人あわれ、竹原伊藤宮は、南馬宮や鎮津む宮への王冠の際の、宿泊所として用いられており、俗に本気には、以下のような記述がある。霊気3年2月、現象天皇、南馬宮より、泉宮へ行き、その帰路に立ち寄る天平6年3月、聖武天皇、 南馬宮より出発して宿泊する天平16年10月、現象大上天皇、陳勤とぐと両方に立ち寄る放棄2年2月、公認天皇、方の南馬宮に行行し、立つ田道を取って会議に到達する。その際に、不死、旗の竿が自然に折れたという青屋遺跡大阪府、柏原市大和青屋の遺構が、竹原井、トングルの後に否定されており、そこは、 立つた道に沿い、大和川が南に湾曲すると出部になる、継承地で、大和川を隔てた南の明神山地の中原に、河内国分寺の塔の跡がある。遺構は、南西の尾根を削って造成されたと推測され、回廊の北には、築地米が築かれ、平城京や南ン空、河内国分寺湿土のものと同じ種類の瓦が、出土しており、外側には、 掘ったて柱の建物があったと推定されている。このほか線を側壁とする溝を巡らし、業界岩の霧石で作られた、東西21メートル、南北12メートルの壇上積もる木団が発掘されている。青谷遺跡に関するカテゴリー、ありがとうございます。